デフラーフスハップは、オランダヘルダーラント州、ドゥーティンヘムに、本拠地を置く、サッカークラブチームである。1954年2月1日に設立され、スタディオンでファイフェルベルフでプレーしている。デファイフェルベルフは2000年8月12日にオープンし、2000年まで、使用していたピッチの跡地に建設されている。クラブ名称はオランダ語で、国家、という意味がある。 ニックネームはスパーボ・ボーレン。メディアによっては、グラーフシャフ等の表記もされるがこれはドイツ語式、発音であり、現地のオランダ語発音とは著しく異なる。ヨーロッパを代表するサッカークラブではないが、地方クラブにしては見合わないほどの成績と結果を残している。エールステディビジにおいては他にも、比較的規模の大きいスタジアムやサポーターなど、オランダ各所の地方クラブの中では、 トップクラスの規模を持つ。デフランフスハップの主なライバルは SBV フィテッセだったが、最近ではより実力の近いゴアヘッドイーグルスを敵視している。ホームスタジアムのデファイフェルベルフは2018から19シーズンに最も雰囲気の良いエールディビジのスタジアムに選ばれている。1995年から2003年までは長らくエールディビジの舞台にいた。 1995から96シーズンにはエールディビジで8位と最高成績を収めたが、2002から03シーズンにリーグ18位でフィニッシュし、エールステディビジに降格した。2003年以降、4回の降格と5度の昇格プレイオフ参加を経験した。2007年と2010年にはエールステディビジ優勝を果たし、 2004年と2015年には昇格プレイオフ優勝も制している。また、2003年から数回一部に復帰しているが、一度もリーグ再開にはなっておらず、降格する際は決まって降格プレイオフに敗れての、2019から20シーズンにはエールステディビジで4位となり、昇格プレイオフに回る予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響によるリーグ中断で、 リーグ戦が打ち切られたことにより、一部復帰は、叶わなかった。デファイフェルベルフ九9 9 0から91、2006から07、2009から10、1968から69、2020年5月13日現在、詳細は、カテゴリー、デフラフスハップの選手を参照。ありがとうございます。